はい。では、比例と比例の式いきたいと思います。まず一番目ですね。えー、比例するものを選びなさいっていうことなんですけれども、まずね、比例するとき、必ず式は、この形になります。y イコール ax。これ、覚えていてください。で、この a のことを、これ、比例定数って言います。なんか、数が絶対入るんですね。えー3、3とか、マイナス3とか。 分数の場合もあります。3分の1とかね。マイナス3分の1とかね。分数が入ることもあります。まあ、この形になっていたら比例なんですね。では、それを踏まえて見ていきましょう。はい。y イコールマイナス 7x。はい。この a の部分が今回マイナス7っていうことだから、まあ、これは比例していると言えるんですよね。さあ、いい見てください。3y イコール 2x になってます。 これ y コールじゃないですよね。えー、だから違うと思っちゃうかもしれませんけど、これ簡単に3なんかね、取ることできますよ。はい。両辺3で割ってみてください。両辺3で割ったら、これ 3y ÷ 3y 3ですよね。で、2x 3で割ったら3分の 2x になるんだけれども、後悔と言ってあげてくださいね。で、x の形にしてあげたいんで、 ま、こう書くよりもですね。まあ、書いても間違いじゃないんだけれども、3分の 2x っていう風な書き方をしてください。この形にしたいんで。で A が3分の2ってことで、これは比例してるってこれ言えますよね。こういう風にちょっと変形する必要があります。はい、次見てください。y コール x 分の3。これね、あの、A かける x じゃなきゃダメなのに、これね、 3×x じゃないんですよ。分母に x 来てるんだから、これ 3÷x なんだよね。これね、ここ割るだったらダメなんです。a×x じゃなければならない。ね。3÷x はダメです。だから、うはダメなんです。ちなみに、この分母が x になっているこの式は比例ではなくて、後で説明、後にね、出てくるんですけど、これ、反比例の関係なんですね。 でちょっと頭に片隅に覚えておいてくださいね。分母に x ったら反比例なんです。はい。で、いきます。y イコール3分の x。まあ、ここでちらっと言ったけれども、これって、こう書き直すことができるよね。同じことですよね。これをこっちず、ずっと、ずらして持ってきて、位置に変えちゃうと。3分の字書 x と3分の x って同じ意味です。だから、これは比例と言えます。 従って比例するのは、えー、あ、い,い、えってことですね。はい。では2番目いきます。底辺が8センチ、高さが X センチの三角形の面積 Y として、はい。1番、X の値が2倍、3倍となると Y の値はどのように変化するのか、ということですね。うん。まあ、ええー、これはもうまず表明ちゃいましょうか。はい。えっ、ー、と、底辺8センチ。まず三角形の面積覚えてますか 底辺かける高さ割る2で面積が出るよね。だから、高さがもし0センチあったら、まあ、底辺8ってことで8かけ0割る2で、まあ、0ですよね。面積ないですね。高さがないから。高さが1だったらどうなるかな。8かけ1割る2。だから、4になるよね。2だったら8かけ2割る2で8。 3だったら 8×3÷2 で12。まあこんな感じなんですよね。4だったらってやっていくと、16、20、86、48、7分24っていう,うになっていくと思います。では問題のね、x の値が2倍、3倍となったら y の値はどう変化しているのか。ここが見やすいんじゃないかな。高さが2倍になったら、面積ははい、2倍です。はい。で、 x が、この、ここで3倍になってるの分かるね。1×3 だから。面積どうでしょう ?4 から12やから。はい。これも3倍だね。うん。って考えると、まあ、4倍したら4倍。5倍したら5倍って分かるよね。だから、2倍、3倍、点点点になるって答えといてください。はい。で、2番目。比例定数を答えなさい。はい。比例定数ってそもそも何やねんっていうと、 えー、ここですね。ここを比例定数って言います。これは言葉なんで覚えておいてください。はい。ということは比例定数出そうと思ったら、まずこの式の形を作ってあげたらいいですよね。例えば y イコール 3x やったら、比例定数は、ズバリ3って答えればいいわけです。はい。なので、えー、まあ、式をね、ちょっと作っていきましょう。y を求めるときですね。 底辺かける高さ割る2だったよね。たたいてところまあ、ここで、まあ、ここはちょっと答え書きたいんで、この辺に書こうかな。うん。y は、はい、底辺が8、高さが x やから、8かけ x 割る2ですよね。で、割る2なんだけど、もうこれかける2分の1ってやつが計算ちょっとやりやすいと思うんで、これでね、ちょっとさせてもらいますけれども、底辺かけ高さかけ2分の1ね。約分、ここ、できるんで。 y イコール 4x っていう式になります。ね。うん。そうすると比例定数は、もう、ここっていうのを言ってたんで、もう4なんですよね、比例定数はね。比例定数は4になります。はい。で、3番目、y を x の式で表しなさい。まあ、正直もうね、今出したわけですよね。y イコール 4x。比例の式になってるってことですね。 はい。で、表を完成させなさい。もう先にもう完成させちゃいました。ということになります。はい。では、3番目いきます。y が x に比例し、でもう書いてくれてます。比例するって言ってるんだから、もう絶対この形になるよ。と。ね。では、対応する x の値と y の値がこの時ですね、えー。y を x の式で表せということです。はい。 ま、最初言ったけれども、y が x に比例するって言うと、必ず y を x の式で表すって言ったらこうなるわけだよね。もう分かってるんです。比例するって言ってるから、必ずこうなる。なので、まずは、もう書いとくんです、こう。これポイントです。もう書いとく。比例するって言ってるんだから、絶対この形になるから。そして、x に2、y に14代入します。あの、気をつけてね、x が2だからね。 ここに2代入してよ。a に代入しないようにね。つまりこういうことよ。14イコール。ね。y が14だからね。うん。y を消して14に変える。そして x を消して2に変えるんだけど、a2 じゃないですよ。a×x なんだから、a×2 ですよ。こうね。つまり、14イコール 2a なんですよ。 十四イコール 2a ね。じゃあもう a ね。まあ出ると思うんですね。もうこれね。まあ一応移行しようか。マイナス 2a イコールマイナス十四ね。で両辺マイナス二で割れば、a、マイナス二で割れば七ですよね。はい。で、比例定数である a がわかりました。じゃあここの七をここに、a のところに七を代入すれば、y イコール 7x ってね。ちゃんと比例の式、y イコール x の式出てくるんです。 これが答えです。はい。こんな感じで2番もやっていくね。はい。もう比例するって言ってる問題ねんから、y イコール x と置いちゃって、y に 15x にマイナス3代入します。さあ、ここね、a かけマイナス3なんだから、マイナス 3a だよね。いいね。で、持って移行したら符号変わっていくわけだから、こうですよね。うん。両辺3で割って、a イコールマイナス5。 これをここに代入すれば、y イコール -5x になるわけです。ね。さあ、では4番行きましょう。y は x に比例し、x が3のとき y が -9 であると。じゃあ x が12のときの y の値はっていう問題なんだけれども、うん。まあ、まずはね、式作っちゃえばいいと思います。y は x に比例しって言ってるんだから、絶対こうなんですよ。こうなるんですよ。 で、x に3、そして y にマイナス9を代入したら、入れてす、a が出てきて、まあ、こんな風に比例の式がね、まあ、出てきますよね。まずそれやっちゃいましょうね。うん。y にマイナス9入れて、x に3入れて a、a かけ3やから、3a だね。うん。で、移行して、ローカルね、両辺マイナス3で割ると、a はマイナス3でございます。 はい。なんで、このマイナス3ここに代入して、y イコールマイナス 3x ってなります。ね。まず式作っときました。でも、これ答えじゃないです。そういう問題じゃないですよね。x が12の時の y の値を求めなさいって問題だよね。はい。でも、ここでもう式がこうなることが分かったから、そう。x12 をここに代入すれば、y の値が出せるってことだよね。 だから、マイナス3かける12ってなって、y はマイナス36なんです。これが y の値です。ここに書いていきましょうね。はい。そしたら一旦ビデオを止めてもらってね、エクササイズ B を、エクササイズ B やってみてください。